ホンダケイタ撮影事務所の本田圭太です。今回ね、ゴルデックス本庁モーターパークさんにね、来ております。ちょっとね、撮影風景撮っていいっていう OK いただけたんで、ちょっとね、今日は僕がどんな感じで撮影してるかとかね、そんなところを見せれたらいいなと思っております。この通りでめっちゃ天気いいんでちょっと今日は暑さ対策しながら撮っていきたいなと思います。そうそう、今日は、フリー走行になっててですね、まあ、フリー走行って、まあ、車とかバイクとかね、あとカートの時間とかがあるんで、まあ、いろんなね、車種や何に、なんかいろんな、ね、種類なちょっと車とかバイクとかが走るような感じになってるんで、結構気持ちを切り替えて撮っていかないと、結構車とかあのバイクによってね、ピント合わせる位置とかが変わってくるんで、その辺をね、ちょっと臨機応変に、撮っていきたいなと思います。しかし暑いっすね今日はまあちょっとね、今あのサーキットを今歩いてるんですけども、今、撮影スポットというか撮影ポイントにね向かってます。まあ、ちょっと、コースのレイアウトとかはね、よかったらゴルテックス本庄モーターパークさんのレイアウト見ていただいて、今からねこの試験員っていうところがあるんですけど、この試験員を最終コーナーのちょっと手前からね、ちょっと撮っていきたいなと思います。ちなみに、だいたいね、1枠が10、ダイエットが全部15分枠になってて、だいたいね、1つの場所で、だいたい1時間ぐらい僕は撮ってます。な感じで、あともう30分やから、ちょっと頑張ります。暑いですね。で、ここは試験員のちょっと扉しになってるんで、シャッタースピード的には、ね、結構ゆっくりめで僕は撮ってます。あ、ゆっくりめじゃないや、逆に早めに来てますね。まあ、320分の1とかその辺で僕は撮ってます。なんでかというと、もう遠赤ね、こう乗り上げた瞬間とかそういったところを狙ってるんで、割とこう瞬間的にあのパスとこう、あと何だろうな、躍動感あって撮れるんで、シャッタースピード速くてもそういった理由でね撮ってます。そうで、逆にね、こういった2コーナーとかは結構あのゆっくりめというか低速になるので、ここはシャッタースピードゆっくりめにしますね。逆にあの80分の1とか60分の1とか、結構チャレンジするのは8分の1とかもね、結構チャレンジしたりします。まあ試験員でもね、結構あのゆっくりめのシャッターにもするんですけど、基本的には早めのシャッターで切ってます。まあ、遠赤のね、乗り上げてタイヤがちょっと浮いてるシーンとかをね狙って撮っております。ちょっとね、そろそろ場所移動しようかなと思ってます。じゃあね、移動開始でございます。次は、1コーナーと、3コーナーをね狙いにちょっとね移動しまーす。いや、待って、カメラマンは何、体力勝負ですね。ちょっと頑張ります。ちょっとね、水分補給とかもね、ちょっとこまめに取りながら行きたいなと思います。いや、暑い暑い。はい、ってな感じで、次の撮影ポイントに着きました。ここではね、1コーナーと、あとこっちのね、3コーナーをちょっと撮っていきます。こちらのゴルデックス本庄モーターパークさんではね、この1コーナーが結構オーバーテイクポイントになってるんで、結構ね、ここは車重なったりシーンとか撮れたりするんでね、この辺はちょっと狙っていけたらいいかなと思ってます。でね、せっかくなちょっと機材のちょっと話もしようかなと思います。一応ね、メインで撮ってるのは今日キャノンの、EOS R5 ってやつですね。 R5 になります。で、レンズはこの EF レンズっていうのを使ってて、一眼レフ自体からずっと使ってるやつですね。
応70から200ミリまでカバーできるものになってます。これメイン機にしてサブ機で、EOS の R6 が、サブ機になってます。一応ねカメラバッグこんな感じになってるんですけど、できるだけね派手めなバッグを選んでます。まあ何見つけにくかったりするんで、こういう風な感じにしてますね。で、あとはレンズでいくと、あとはこのテレコンって言ってね、エクステンダーのこの、これもね EF の2倍になってますね。こんな感じで、つけて、まあ、このレンズにね入れることによって、焦点距離が2倍になるんで 140×、いくつなんだ400になる感じですね。で、この R5 は、結構高画素機なんで、クロップって言ってね、1.6 倍ちょっと ズームというか、なんていうんでしょうね、センサーサイドねちょっとピッと調べると焦点距離が伸びるんで、そういった時に、ちょっとね遠いもの撮る時とかはテレコン入れて、モードをね 1.6 クロップとかにして撮ってます。こんな感じで、あとはそうですね、クロスが入ってあったりとか、あとはブロワーですね、ブロワーとかが入ったりしてます。これシュッシュするやつですね。とあとはちょっと塩分補給でこんな感じでわーっと入ってたりとか、あとは、予備バッテリーですね。これはもうめちゃめちゃ大事ですね。予備バッテリーは、常備で2つやってます。で事務所の方に、充電してるのが2個あるんで、またちょっと戻ったらまたチェンジするような感じですね。な感じで、あとはまあ、スマホとかも持ってやったりとかするんですけども、今日は、タイムスケジュールが一応写メ撮った感じになるんですけど、写メ撮ってます。本当はね紙の方がいいと思います。結構スマホもね電源切れてそのタイムスケジュール見れなくなっちゃうと結構悲しいことになるというか、結構仕事的には結構死活問題なんで、基本的には紙でもらったり、まあ、イベントによってはね、自分でプリントアウトしたりとかしております。あ、そう、大事なこと言うの忘れましたけど、そう、ゴルデックス本庄モーターパークさんは、そう、私は、公式で入らせていただいております。で今回ねこういった撮影もちゃんと許可を取って、撮影させていただいておりますので、ご安心だけまあね、今はちょっと皆さん走ってない時間になるので、こんな感じで収録しております。あとねその熱対策として、まあね人間の体ももちろん大事なんで、まあスポーツ飲料水飲んだりとか、さっきの塩分補給したりとかっていう感じで、あとは結構カメラも結構熱問題が今結構あって、まあ、前まではねそう一眼レフで撮ってたんですけど、やっぱミラーレス機になってすごい熱持つようになったんですよね。ファインダーにしろ、液晶、ファインダーの中も液晶を使うようになったんで、すごい熱をね持つことになったんで、まあその熱をずっと持ち続けるとシャッター切れなくなったりとか、そういった問題も起こるんで、まあ人間の体もそうですけども、結構最近は機材のちょっとそういったところも気にしないといけないのが厄介な半分、まあ撮影がね結構やっぱりミラーレスになって結構楽になったんで、まあAF の性能であったりとか、まあ逆光とかね、その車の車種によってもちょっと露出が変わってくるんですけど、それも正解が、見えるようになったので、まあね、もうモータースポーツも全部僕はミラーレスで全部撮ってます。今まではそう 1DX でずっと撮ってたんですけど、今はもう R5 一択ですね。いや R3 とかもねよかったら使いたいなと思うんですけども、今はもう R5 で全然こと足りてるので、しばらくはこのシステムでいきたいなと思っております。
撮影先しちゃいましたけども、ちょっとねバスは場所移動になってます。ここね、2コーナーと、あとはねこっち振り向くと最終コーナーがね撮れる感じになってます。最終コーナーのあたりは結構スローシャッターで流し気味で、ここはねちょっと、2コーナーの入り口進入のちょっと車のねちょっとロールした感じをね撮りたいなと思います。で午前中の走行が終わりました。一応ねそう各コーナーというか、まあまあサーキットの中の、撮影は、以上ですかね。一応まあ、1コーナー撮って2コーナー撮って3コーナー撮って一応最終コーナー撮って、あと試験も撮ったしみたいな感じで、まあ、午前中 その集中力があるうちに僕はこうサーキットの中のその撮影をよくしてますね。でまあ午後はちょっと外回りですね、まあ安全地帯というか、まあ、お客さんがいるようなところで、もうちょっと撮らせてもらってます。まあ、A パドックとか B パドックとかですね、このゴールデックス本庄モーターパークさんで撮らせてもらってます。で最近ねそう写真撮ってて、そうサーキット関係の、写真撮ってて僕大事にしてるのが、車の場合とかだとやっぱりこの車のロール感、この車がどんな感じでこうコーナーに入っていくかとか、あとはまあ脱出とか撮るようにしてます。まあそこはまあ車のその躍動感が出るっていうところと、まあねいろんなそのセッティングされてる車とか、あとはまあその車種もねいろいろあるので、まあそういったところのね比較になってもいいかなと思ったので、まあ僕はねそういったところで、まあオーナーさんのね車かっこよく撮らせてもらったりとか、バイクもかっこよく撮らせてもらったりとかしてるんですけれども、まあそのかっこよさだけじゃなくて、まあそのセッティングとかの参考とかに、写真私が撮った写真でなったらいいなみたいなで、ね、タイムとかが短くなってくれればすごく私的にもすごく嬉しいなと思います。ぜひね私のその写真も有効活用していただいて、ぜひね皆さんね生活をより豊かにできたらいいかなと思っておりますので、引き続きねこういったサーキット撮影もちょっとしていきたいなと思っておりますな感じで、まあね今日撮った写真とかはまた今日はちょっと写真販売のみになるんですけれども、こういった写真販売の方もしておりますので、よかったらねぜひご利用ください。またねそのブログとかでは写真の方とか案内とかさせてもらうので、本田圭太撮影事務所のホームページもねよかったらご覧ください。あとゴールデックス本庄モーターパークさんの作例というか撮影させていただいたデータとかはよくねよくというか愛車プロモの方にまとまってるので、イベントごとにフォルダー分けているので、撮影事例のところよくやれば見てもらえればいっぱい見れますので、よかったらねお楽しみください。今日はゴールデックス本庄モーターパークさんで公式の撮影をさせてもらいました。いつもね本当にゴールデックス本庄モーターパークさんありがとうございます。引き続きねよろしくお願いします。またねそう来週も、K の耐久レースとかがあるので、だいぶね僕の腕温めたいなんで今日また来週もかっこいい写真撮りますので、ぜひともねよろしくお願いいたします。では皆さん良いフォトライフをお過ごしください。本田圭太撮影事務所の本田圭太でした。じゃあねバイバーイ。もうちょっと撮影頑張ります。